大家ほ生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年の日本語はちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。では早速やっていきましょう。さあ本日2月17日金曜日です。現在時刻6時40分です。本日最高気温21度、最低気温15度で晴れ時々曇りです。降水確率は 10% 以下なので、まあ傘は必要ないかなと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日のコロナ感染者数は196人でした。またコロナによる死者は2名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了したのが691万3500人、人口の 94.6%、 2度目のワクチン接種完了したのが679万5367人、人口の 93.1%、 3度目のワクチン接種完了したのが583万8526人、人口の 83.8%、 4度目のワクチン接種完了しているのが106万7900人です。香港の人口は730万人程度です。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時45分です。ビットコインの価格は2万4000トンで91ドル15セントでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。まずはね、ミラーのアンソンローがですね、健康飲料のプロモーションを行っていたという件と、あと相変わらず香港の違法増築がやばいという件と、香港の明日からの天気について話していきたいと思います。まずアンソンローが自分のブランドの健康飲料をプロモーションしていたんですが、おとといですね、していたんですが、イベント中に全て売り切れました。すごいですね、さすが。イベントはね、2日にわたってやる予定だったんですけど、1日目で全部売り切れてしまったので、2日目どうしようという、そんな感じになったみたいです。ゾウさんはしないみたいなことを言ってました。さあミラーがね、活動をいろいろと開始し始めたなと思いますが、まだメンバーが全員揃ってテレビに出演したり、あのイベントに参加したりというのはなく、特にね、ギョントーさんがまだ休止中だということで、ミラーファンの皆さんがね、全員揃ってるところをね、早く見たいってね、待ち遠しいかもしれないんですが、もうすでにね、一部のメンバーはソロで活動し始めてるので、もうそろそろ、メンバー全員が揃うところを見られるようになるのではないかなと思いますね。あの完全復活までね、もう少しだと思うので、首を長くして待ちましょう。続きまして香港 の違法増築がやばい。まあこれね、あの長年と言ってもね、もう本当何十年、私が生まれる前からの話で、ずっとね、課題として上がってるんですが、大体がですね、ベランダや屋上に、新しい部屋を作ってる。で、まあ部屋自体ね、あの移動できたり、あのいつでもね取り外せるような状態であればね、その違法増築としては認められないんですけど、完全にね一つの部屋としてね作ってしまってるっていうのがね、固定してしまったり、ね、したら、まあ、これは違法増築ということになってしまうので、まあ、それがね相変わらず多いということで、いやすごいですね。あの何十年もね解決できない課題があるっていうのはまた珍しい問題だと思うんですけど、私もね、あの昔住んでた隣の人が、違法増築してたりとかですね、私の住んでる上の階の人がね、ちょうど私が引っ越した後にね違法増築始めたりとかですね、結構ね、周りにも多かったので、なんでしょうね、まあなんですけど、まあ、そういったところにね住んでしまうとね、いろいろと問題になるので、皆さん家を借りるときは気をつけましょう。まあ日本人でね、私が住んでたようなところにね住むような人はね、私が知る限りでも多分一人ぐらいしかいらっしゃらないと思うし、まあそういったことはねないかと思うんですが、まあ、あの不動産選ぶときに、そういったところを捕まされないように、気をつけて、選択してください。私のね経験上ね、特にね上の階がね違法増築 し始めるとかねしているとですね、あの雨漏りとかね結構するんで、本当上の階の増築には気をつけた方がいいなっていうのは私の過去の経験上思いました。まあ早くねこの違法増築なくなってくれるといいなと思いますが、まあ、あの住んでる人からすればね、香港結構ねあの家賃高いんで、使える場所はね使い切りたいっていう気持ち、まあ、分からなくはないなっていう、ちょっとそういったところもあの心の中にあります。さあ香港の明日からの天気ですが、今日金曜日で最低が16度、最高が21度になってます。で土曜日がね最低気温が17度、最高気温が22度、日曜日が最低気温18度、最高気温26度で、特にね雨が降りそうな予想は出てないので、
ここから週末日曜日までですね、比較的晴れて、過ごしやすい日が続くのではないかなと思います。またね、ちょっとね、最高気温がね、日曜日に入るとね、すごく高くなるので、暑く感じる可能性があるので、昼間は暑いのに注意して過ごしてください。水分補給とかね、忘れずに、脱水症状とか起こしやすくなるかもしれないんで。で、また来週の月曜日からね、最高気温がね、22度、火曜日最高気温19度、水曜日最高気温19度という感じでですね、ちょっと下がり気味なので、また涼しくまたなるのかなというので、まあ、ただ土曜日はね、かなり涼しい上にね、晴れ気味ということでですね、比較的このハイキングとかに行くには非常にいい天気になると思うので、ハイキングに行かれる方多いかと思いますが、最近ね、ハイキングで、怪我をされたりだとかですね、亡くなったりとかね、されてる方がね、多いっていうのをね、前回ニュースでね、話させていただいてるので、そういったところに行かれる方、本当に準備をしっかりして、水分しっかりと持ってですね、お水とかですね、持ってですね、行くようにしてください。ということでね、ニュースは以上です。またね、私の動画の概要欄にですね、香港お役立ち情報としてね、お役立ち情報をね、いつも載せさせていただいてるんですが、動画で紹介させていただいてないなということで、本日は動画で表紙話させていただきました。ということでね、このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立てる情報を配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信しております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけると非常に嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。ジョイキン、またね。バイバーイ。